今日は西宮の恵比寿宮、恵比寿神社に来ております。リハビリがてらのお散歩です。こっちで、あ、いっぱいいてる。僕を助けてくれたカラスちゃんがいっぱいいてくれて、お出迎えしてくれてますね。すごいね。おお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 いっぱいおる。母ちゃんがいっぱいいます、うん、よいしょ。あの福男のスタートはそこやった、うん、赤も。何やろこの母ちゃんの泣き声が落ち着くっていうのは、うん、こんなんか車通ってんのな。ここでね、この赤いもん、ここがあの福男を選ぶときに、あのあれ太鼓の並んで一斉にね、扉が開いて、ここをずーっと走ってきて、この舞を抜けて走るコース歩いていこうか。でこれ右カーブすんねんな。これね、これ恵比寿の中にもね、この広田神社のこれ なんていうもの、横、まあ、南宮神社っていうのもあるんですよ。でこの福男、みんな全力でかけてきて、このカーブ、よく滑るこのカーブですね。ここでいつもなんかたこ焼きかなんかの人がヒュッとこれ書いてる、書いてる、書いてまーす、書いてまーす。これやな、東海ビス仮門神社。これ閉まってる間ってなんかやってるんだな。晩の12時から朝の6時までに開門するのが朝の6時やと思う。これがここ男を選ぶ。じゃん、これが今年の21年。あ、ほんだら去年、一昨年か。21年、そう、もっと前じゃん。もっと前か。めっちゃ難しいみたいな。で、どこまで走んねった？ここから曲がってきて、今のね、あの右カーブ、この左カーからずっと来てね、ここをずっと来て、で。鳩どけって、鳩どかしてくれたで。なんかカラスちゃんすごいな。もう散らしてくれんねん、鳩を。カラスちゃんありがとう。母ちゃんありがとう。鳩とカラスの仁義なき戦いが行われてんのかもわからへん。で、こっちにまた鳥居があるんですよね。お腹すいた。うん、このあと昼寝っていうちょっと有名な店でラーメンを食べに行こうかと思っております。あ、でこれ途中にね、この鳥居の手前にお馬さんがいるんですよ。この神明読めるかな、これ神明。昔十日恵比寿の前夜に恵比寿様が市中を乗馬で巡回されるという伝承があり、その神馬の名残を伝えているのがこの姿。門前の一庭町の有志が代々このほどに尽くされてきましたということなんです。でこれね、可愛らしい顔してるんですよ、お馬さん。お馬さんこんにちは、馬年の僕みたいな。 YouTube の配信でな、うまい話ができるようにお祈りしとかなあかんな。うん、
これを群馬の馬野郎さんに見てもらうなんてことあかん。馬さん、はい、これよろしくお願いします。視聴者さん皆さん元気でね、何よりちょっと寄り道しましたけど、これをずっと走っていって、どこでゴール受けてくれないか。あ、これ左か、魔のカーブ、一番最後の魔のカーブがね、今度左カーブで、そこ坂上がるときにこけねえな、一着まで走って5着になってしまったとか。バーチャル参拝だからお手手洗っといてもらうと見ないここは水出てんな、うん、これがどこに行って綺麗、どこに行って綺麗なんだけど、それだけ取らない、お手手ジャブジャブ、はい、ズボンで引いた。あ、巫女さん発見。巫女さんが走る。走る巫女さん。巫女さんが走っていきました。マーライオンした。マーライオン完了。はい。で、あ、ちょっと待って。あの人通り過ぎてから。右カーブして、ここのメインストリートずーっと走って、でこれね、突き当たりが社務所に行かんと、ここが魔の左カーブ、魔の左カーブを抜けました。たらこれが本殿。今は階段やけど、こう坂道になってんねんな。でそこの入り口でみんな、あの、抱きしめてくれねえな、1番2番いて。でこの左側、ここにこの辺にマグロがあんねんな、冷凍のマグロ。あれちゃうかった、え、ちゃうで、ちゃうで、違うよ、ね、ここ本で中入ってからだよ、マグロあるの。でも怒られた、当たり前、何人来てるの、私もうの子供だから来てんのに。うまいな、そこ入って、あ、そうやそうや、入って左側、すいません、今はここまでしか行かないけど、東海ですから、次は、あ、いちごさんの子がで、これが本店です、これが本店です。前まで行けるの、前まで行けるの、あ、すぐ、あ、ぼ、帽子のとこ、これが、あの、エベさんの時はこれ中まで入れるんでね、して、待ちこっ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 、ええ音なったで。よいしょ。おみくじやったろか。100円。向こうで払うの番号言うんちゃう。え、そうなの。だから番号を本で右側の言う音。11番。11番出ました。うん、
ここがゴールっていうことでした。なかなか空いてるところの見えへんもんな。そうやね、いつもいっぱいやから、うん、ちょっとお辞儀しとかんと。ありがとうございました。11番、あ、ここにも馬さんがおるな。ここにも群馬の馬さんのお友達が。ロバ見た花なの大きな。青銅春。白鷹酒造の初代辰馬なんちゃら氏のなんちゃらにより辰馬家奉納される製造。ああ、酒蔵さんが奉納してんねん。なんかこんな銅の製銅でなってる。辰馬酒造。辰馬酒造を座白する過程、そうだったの？辰馬酒造。うん。病気危ない、ね、危なかったもんな、ほんまに。災難多い、身を慎め、開業移転始めないのが良い、方角、東北、西北が良い、願い事叶いにくい、なくし物見つかりにくい、病気危ない、待ち人来ない。漢字二文字で言うと最悪やつやな。いやでもね、うん、人目には見えんねど、人目に見えないところでも身を慎まねばならない、どこからでも神々を見て おられると思って人に隠れて悪事などしてはならない。悪いことしてるんけどな。何やろ、このおみくじに当たる人は心を正しく身を慎んで神の助けを仰ぎ消して害っていうのこれ、うん、を通そうとしてはなりませんいうことで、違う、通しなっていうことでね、慎んで、うん、慎みます。これどっか結ばんと、そうだね、どこかあるのかな、ねえな、大概なんかどっかあんのに。お正月とか東海でしょ、ちょっといっぱいあるのね。こっちもねえし、あ、そこにあった。正面、正面。神様、助けてください、言うたぜ。うん。え、結んでくれんの？うん。見事に今日出たな、びっくりするよな。表されるよな。すごいね。はあ、これはやっぱカラスちゃんが呼んでくれてな、今こういう状況やでって教えてくれなんかも分かれへん。でも今日僕の着ている服はエピソードなんやけど、うん、あ、ごめん、ありがとう。どの辺がいいですか、うん、あんまり高いとこ、いや下の方でいいよ、うん、下の方でよろしいよ。うん、ある程度あの形、折り目つけとかんと結びにくいと思う。
だっていろんな結んでんの見ても、うん、これなんかある意味法則があるぞ。上の方結んでんのむっちゃ綺麗ね。あ、ほんで真ん中とか下になるとむっちゃ乱暴に結んでる。投げやりやなこれ。そうかな、そうでもないで。だってこっちの方とか綺麗に結んでるやんか。気のせい？こんなんなんめっちゃ太いし、うん、これもう結んでんのかみたいな、うん、これこれじゃあここなんの？行こうか、うん、何この金、なんか難しいこと書いてるから分かれへん。東海道筋でお茶屋さんみたいにできるな、あそこに、うん、甘酒とか丸さんとか、このおじさんの、うん、これな、あの、かこめさんがこういうのを撮ると、うん、あれやな、なんかあの不思議なのが映って、うん、この緑のは中のあれやねんて、そうやねんけど、何かが映ったりするから感じです。本殿が、あの入り口から出ようか、うん、あ、万度払い、毎朝大払い言葉を形状いのかな、高間が払いに釣りまするで賢みのみたいな、おお払いのりと大払い言葉、のりと言うたら言葉言うたらいろんな読み方あるな。これ古代のご加護により皆様のご祈願が成就、西の民者イベス1月16日から12月25日うーん、やってみよう、よし、1で西宮大神恵比寿さん、第2弾が天照大御神大国主の御事やな、第3弾スサノオの御事、例祭9月8日22日月並祭が1日10日20日1月9日良い恵比寿からな、90、11、東海恵比寿大祭、恵比寿様の総本山である西宮神社は西宮のほぼ中央に鎮座し、平安時代末期にはすでに高倉行子の、これ漢字ばっかり難しいな、これ皆さん各自読んでください、難しい読み切らへんねえみたいな感じで以上でございます。何もないとき絶対けえへんから、でも、あーこないだの時も寄ってへんもんな、おじ散歩した時も寄ってない、1回だけなんか入ったよね、なんか中抜けていこう言うて、おみくじの今日はやっぱり驚きやな、うん、あ取りこぐて、人生3回目の今日やったな、うん、
3度目の正直でほんまに病気当たってもうたんですけど、どんどん回復してるから大丈夫や、これ式ではへこたれないと。最悪な、体動かなくなるし、パラリンピックで金メダルを狙おうもとったのに、なんかそれもちょっと叶いそうにないな、元気やから、うん、ここ姉さんがなんか広田神社言ってたかな。広田神社が稲市の方行ったらねんな。あのガーデンズの方。うん。出れる出れる。用意スタートの門抜けて出ていい。行きますよね。カラスさん帰るわな。帰るで。あ、ここお札の返すとこ作るとこやな。入ってきて。あ、そう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 。うん。エベさんの時はここから入ってくもんな。で説明するけど、この土の壁な、これ普通の時はこれはない、これはないけど、それではありがとうございました。これね、大塗り壁言うて、これね、あの国の文化財になってるんですよ。これあの西宮神社の外壁ずっとくるりあるんですけど、これがね、ものすごく立派な壁で、今補修してんのかな、もう本当に土の壁でね、こんな感じです。あ、この潰れてるとこ見たら、これがね、だいぶ古くなってえぐれちゃってますけど、こういうのをこれから補修していくんやろな、ここな。あ、井戸がある。昼寝空いてる。で、この向こうに見えてるかな。え、ありがとうございました。電気ついとわ。もうそこ渡らんとこ、そっちから渡ろう。ん？あ、あった。これね、ほらほらほら。国指定重要有形文化財西宮神社大練り塀っていうのかな。これなんですよ。この奥のね、この壁。築地塀。うん。名古屋の熱田神宮も、あと京都の太閤塀、三練り塀があるな、日本には。で、名古屋のあの熱田神宮もすごいよな、よう聞くもんな。まあそんな感じです。で、この西宮神社の向かい側にあるのが、昼寝。昼寝見えるかな。昼寝、文字もね、こうやって昼寝してるんですよ。横断歩道渡って、うん、でここがね、恵比寿さん、恵比寿神社で、でここの道路が恵比寿さん筋で、そこの向かいに昼寝があるということで、じゃあここでご飯食べていきますんで、皆さんご視聴ありがとうございました。